小諸駅は長野県小諸市あよい町一丁目にある品野鉄道東日本旅客鉄道の駅である。品野鉄道と JR 東日本の共同使用駅で駅管轄は品野鉄道が行っている。品野鉄道の品野鉄道線と JR 東日本の小海線が乗り入れており、小海線は当駅を終着駅としている。1997年に 北陸新幹線が長野駅まで開通したことにより、その平行在来線である新越本線の一部区間が品野鉄道線として経営分離された。かつての新越本線時代は特急浅間全列車が停車する長野県東部の拠点駅であった。品野鉄道移行後は、長野方面へは東駅始発の品野サンライズ号が設定されたものの、東京から乗り換えなしで、 小室に至る公共交通機関は高速バスのみとなった。北陸新幹線建設に際して、1988年8月11日に、運輸省がミニ新幹線企画での整備を打ち出した。しかし、1989年1月17日に、政府、与党がフル企画着工を申し合わせで決定し、1990年11月30日に、 長野県や長野県市長会などで作る北陸新幹線建設促進権協議会がフル規格新幹線建設の場合に並行在来線の経営分離を受け入れることを決議した。これを受けて約1週間後の12月5日にミニ新幹線規格での早期着工を求める決議案を市議会で可決しこの動きに抵抗したが 1991年6月2日に小室市議会の全員協議会でミニ新幹線要求の断念を決定するとともに市長が第三セクター化受け入れを表明することとなったホーム短式、島式ホーム3面5線を有する地上駅である JR と品野鉄道相互間の乗り換えは改札を通らずに可能である互いのホームは古戦橋で連絡している 品野鉄道社員配置駅、出札窓口、自動券売機のほか待合室がある。2019年9月30日まで、ビュープラザ、小諸支店跡地に、JR 東日本の緑の窓口があった。翌10月1日から、JR 県の発売も再度品野鉄道への業務委託となり、マルス端末が、同社の窓口に移設された。国鉄時代は、 出口と入り口が別であったが、現在は、かつての入り口に、出口が統合された形になっており、以前の出口は封鎖されている。駅そばが2.3番線ホーム、4.5番線ホームに、あったが2.3番線ホーム上の駅そば屋は、ホーム傘上げの際に、4.5番線ホーム上の駅そば屋は、待合室改装の際に取り壊された。 品濃鉄道線ホームには JR 時代の放送装置がそのまま残っており、自動放送はかつて阿ビ子や代々木で使用されていた阿ビ子型放送である。かつては小海線と新越本線のレールはつながっていたが、その後両線のレールは分断され直通できない構造になっている。なお、待合室には軽食や土産品などを販売するカッパ屋が設置されており、一番線からも 商品を購入できる。駅舎内の自動券売機前では、地元農産物の販売も行われている。近年の推移は、以下の通りである。駅前通り改札外に、小室城跡側と、駅前広場とを結ぶエレベーター付きの、東西自由通路がある。JR 東日本品の鉄道。ありがとうございます。